ジャックローズとそのレシピに使われたアップルジャック。アップルジャックはアメリカ植民地時代に普及したリンゴを原料として作られるアルコール飲料である。ジャックは英語で増やす、特に凍結濃縮するというこの飲料の伝統的製法を説明するために付け加えられた言葉である。ニュージャージー植民地においてアップルジャックは道路建設隊への賃金として使われ、これは ジャージーライトニングという俗称へとつながった。アメリカで最も古い認可を受けたアップルジャックの醸造所はニュージャージー州スコベイービルのレアードカンパニーであり、これはアメリカ国内に残る唯一のアップルジャックの醸造所でもある。なぜなら凍結濃縮法は一般の上流に比べて原始的な手法であり、例えば熱を作り出すために焚き木を燃やしたりする必要がないため、 穀物から作る種類よりも高価ではあるがシードルとアップルジャックは歴史的に製造が容易であるとされてきたからである。従ってこれらは植民地時代のアメリカ及び初期のアメリカ合衆国特に気候が冷量で衛生的な飲料水を手に入れづらかった北部地域において重要な飲料となった。伝統的にはアップルジャックはフルーツビールなどと同様 陶器にシードルを管中に放置し、成分を濃縮することによって製造される。シードル中に含まれる水分が凍結してできた氷は定期的に取り除かれ、そうすることによって外気の温度で凍結することのないアルコールは濃縮されていく。当初は10度に満たなかったアルコールの度数は結果として25度から40度近くにまで上昇する。商業生産が始まってからは、 アップルジャックも一般的な蒸留法を用いて製造されることとなった。現在のアップルジャックは凍結濃縮法ではなく、アップルブランデーと中性スピリッツの配合によって製造されている。穀物、蒸留機、衛生的な飲料水の可用性の高さ、そして19世紀中央に始まったパスチャライゼーションの影響、またコスト面の影響により、アップルサイダー、そして アップルジャックは次第に他の飲料、種類に移り変わっていった。また伝統的製法で作られたアップルジャックは健康上の問題も抱える。凍結蒸留法では飲用可能なエタノールだけでなくメタノールやフーゼル油などの健康に害を与える成分をも濃縮してしまうのである。多くの国では健康上の問題から凍結濃縮によって製造されたアップルジャックは 法律上禁止されている。分子不類に吸着させメタノールを削減する手法は実用的なものであると考えられている。ありがとうございます。